皆さんこんにちは、タディーズネストボリューム27、お送りしております。今日はですねちょっとバックが、違う感じになっております。専属音楽大学、B の450という私のレッスン室からですねお届けしております。今日は朝ですね8時9時前ぐらいの新幹線で、大阪から新横浜まで戻ってまいりまして、たった今この専属に着いたところで、これからレッスンがあるんですけれども、そこまでの時間でですね、YouTube の収録をしてしまおうということで、ちょっと違った風景で、ご覧いただいております。簡単に見ていただきましょうか。こんな感じですね。今パーティションがあったりですねいろいろしますけれども、これが、ホワイトボードだったりピアノだったりとかですね、してるわけです。ここでいつも私は、レッスンをさせていただいているわけなんですが、今日はですねその大阪から戻ってきたのは、実は僕の、僕がリーダーというか呼びかけ、したバンドでですね、ウィスリーキングスというユニットがありまして、そのユニットの3日間のプチツアーの昨日が最終日で、で今日大阪から戻ってきたということなんですが、名古屋ラブリー、そして京都のル・クラブジャズ、そして昨日大阪のロイヤルホースと、比較的大きな都市でね3カ所やってまいりました。もう随分半年ぐらい前に決まってたツアーなんですけど、実現できるかどうかギリギリまで本当に分からなくて、でもライブハウスのオーナーさん、スタッフさん、それからもちろんお客様のねあったかいご協力のおかげで、実現できて、しかも本当にこのご時世なのにたくさんの方に来ていただいて、で皆さん本当感染対策、ソーシャルディスタンス、マスク、消毒、やっていただいてですね本当にありがたかったです。で熱い声援、あんまり声を出せないということで皆さん拍手でね、答えていただいたりとかして大変感動的なツアーでした。もうユニットのサウンドもすごく良くなりまして、メンバー全員またやりたいねということで、楽しく帰ってまいりました。でですね、今回このタディーズネストでは初めてかもしれないですけれども、ライブの映像動画を今日は、一つお届けしたいと思います。その今回のツアー最終日のロイヤルホースのファーストセット1曲目、ですね、名曲オンナミスティナイトという曲を、見ていただいて、皆さんにもねそのツアーの、雰囲気、ウィスリーキングスのサウンドなんかをですねぜひ、聞いていただきたいと、思います。井上聡ギター、そして中村健吾ベースという2人とももう本当に長く20年ぐらいですかね、ニューヨークで大活躍していて、で今はもう日本で本当に売れっ子のお二人、このお二人に、僕はちょうど年齢的には間なんですけれども、揉まれ揉まれてですね本場ニューヨークのサウンドに、本当毎日感動しておりました。その雰囲気だけでもですね皆さんに味わっていただきたいと思います。では聞いてみてください。2020年7月13日、大阪ロイヤルホースの、ファーストステージ1曲目タッド・ダメロンのオンナ・ミスティ・ナイト、どうぞ。大阪で迎えることができて本当に嬉しいです。それも本当にこのなんかみんなの笑顔が見れて本当に嬉しいです。ありがとうございます。メンバー紹介します。井上聡ギター、そして今日は MC も担当します。中村健吾をお送りします。それでは1曲目はですね、まずは、これもスタンダード系のスタンダードかな、どうですかね、佐藤さん。リバップオリジナル、そうですね。タッド・ダメロンという素晴らしい、作曲家を書いた On Amnesty Night から始めたいと思います。ごゆっくりどうぞ。Thank you.
Thank you.
どの曲でもこの練習から始めるといいと思います。ジャズの中級に行く一つのきっかけになると思います。ダイアトニックからの脱却、なんとなくシャープが1個でずっと吹いているソロの例なんですね。これでかなりの曲が吹けるようになると思います。正確に的確に吹くという第一段階のそのハードルをぜひ超えてほしいんですね。これはあの初心者脱却の本当に大きなあの柱になります。吹奏楽やってたんでアドリブできません、あ、吹奏楽やってたんだったら譜面は読めますよね。要するに芸術性をより高める方に、気を配れるということですね。これが難しいところです。ここでですね、曲のアナライズ、楽曲分析という作業が必要になってくるんですね。同じコードネームでも曲とかキーによって使うスケールが変わってくる可能性があるというのは非常にコードの働きを阻害するということ。